演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーのポテトチップス秋田のチップスにチリタンポ味を食べたいと思います。次はチリタンポ、チリタンポってお米お餅だよね。それはどうやってポテトチップスになるんだ。形状はこちらの薄切り系ですね。ではいただきます。いろいろ入りすぎてなんて言ったらいいのか、これは判断に困る味だな。ここに書いてありましたきりたんぽそのものではなく、きりたんぽ鍋をイメージした味だったようですね。ちょっと誤解してましたね。で、口の中にお鍋の中にある野菜の複雑な風味が口の中に広がりました。なのでちょっとなんて言ったらいいかわからないようなそんな味ですね。ごぼうの香ばしさが一気に来て、ちょっと混沌としたポテトチップスといった感じでしょうか。複雑なのでシンプルな味を求める方にはうーんかもしれませんが、逆にこういったお菓子もあるんだということを知ることができました。というわけでこちらの点数とさせていただきます。いつかお鍋の方も食べてみたいですね。なんかこんなことばっかり。それではコマ回し、恋になるので注意的、コマのように心が回るということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。